じゃあ12レースローズカップ1着になりました脇本選手です。おめでとうございます。今日は同系の寺崎選手、後ろ加藤選手でしたけども、まあ、どういったレースをしていこうというふうになりましたでしょうか。まあ、寺崎君自体はもう前に取って、まあ、突っ張るっていう話だったんですけども、まあ、予想外の展開かなというふうに思いました。やっぱりあんなに粘られると並走になってっていうふうには想定はしてなかった、まあ、想定してなかったですし、その後の自分の対応もちょっと、まあ、良くなかったかなと思います。で、寺崎選手が、まあ、立て直してまくりに行きましたけども、あの辺りっていうのはどうでしたか。あとは前との距離感がどうかなっていうふうには思ったんですけども、かなり距離遠かったので、まあ、仕方なく縦に踏んだって感じです。バックから行ってだいぶ松木さんとは離れてましたけど、まあ、しっかりとまくり切って、まあ、届かないかなって思いましたね。昨日もまくりの勢いはすごく良かったんですけど、連日走ってみて状態としてはどうでしょうか。普通です。普通、はい、でローズカップが、まあ、初めてですよね。そうですね、まあ、ローズカップに何回も行ってますけど1着取るのは初です。まあ、最高は2着 で、 そうです、ね、2018年中川さんと組んだ時の、あ、懐かしいですね。あれ以来か、はい。まあ、約1着取れたということで、まあ、このまま準決勝ということですけども、まあ、近畿は7人で、まあ、一番多く乗ってますけど、明日は稲川選手ということで、はい、戦い方はどうされますでしょうか。まあ、稲川さんも、まあ、いつも通りのレースでしてると思いますし、まあ、自分らしいレースをしたいなと思います。わかりました。では準決勝、それ以降に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、準決勝めっちゃ取れるように一生懸命頑張ります。お願いします。